皆さんこんにちは。大相撲の幕内経験者で人気力士、東序二段54枚目の炎鵬。炎鵬の最高位は20年春場所の東前頭4枚目。小柄な体から繰り出す多彩な技で人気です。そんな炎鵬は春場所を休場することが7日分かりました。またこのことについて師匠代行の玉垣親方が厳しい現状を明かしていました。今回は炎鵬の春場所休場についてや宮城延べや消滅の真相などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。炎鵬は頸部椎間板ヘルニアに加え脊髄損傷のため昨年夏場所10日目から休場が続いていました。しかしリハビリの成果で驚異の回復ぶりを見せ、一度は立ち合いでは迷うことなく頭から当たったといいます。幕下以下がつける黒回しで三段目以下の力士とお箱、先週から相撲を取り始め首の痛みは全然ないと話し、復帰を来年初場所か春場所にするかは状態を見ながらとしたが、完全復活への道筋がはっきり見えてきたことを明かしていました。しかし異変は重量だった今年夏場所中に起き、持病の腫痛が悪化し3日目に首から下の感覚がなくまっすぐ歩けない状態になったといいます。初日から9連敗を喫した後部屋に戻ると突然体の力が抜け、廊下に仰向けになったまま動けない状態で足だけが痙攣のように無意識に動いていたと当時の様子について明かしていました。部屋の関係者が最初は何してるのと笑っていたそうですが、途中で深刻な状況だと分かり病院へ向かったといいます。そして場所は休場となり頸部椎間板ヘルニアと診断書を提出しましたが、脊髄損傷だったと明かし、医師からはすぐ手術するしかない、日常生活に戻るため相撲は諦めてくださいと宣告を受け、師匠宮城の親方からも今までよくやったと声をかけられたそう。2週間の入院中は寝たきりだったそうですが、無理と言われるとやりたくなる性格と複数の病院を訪ね、経過観察を望むと回復の兆候が現れ手術は回避したそうです。その後出会ったのが首の負傷で一時引退危機にあったラグビー日本代表の堀江翔太さんを、ワールドカップ4大会連続出場に導いた佐藤義人トレーナーで、炎鵬は堀江さんの霊は希望になったと話していました。倒れた直後は指の感覚がなく箸も持てずに一本の紐を結ぶ練習から始まったリハビリ、首背中の筋肉を鍛えることで徐々に痛みは消えていったといいます。また炎鵬はただの復帰ではなく前より強くなって戻ると強い意志も語っていました。そんな首の負傷で休場が続いていた炎鵬、最近に稽古を再開し春場所での復帰に意欲を見せていましたが、またも医師との相談を踏まえて春場所出場を断念したといいます。それに対し玉垣親方は、力士生命はもちろん自身の人生にも影響する怪我の箇所、とにかく治すことを優先してもらいたいと語っており、炎鵬は今後も東京には戻らず大阪の担当医による指導のもと、たまに稽古場に降りるなどしてリハビリを続けています。ではここからは宮城延べや消滅の真相について紹介していきます。幕内力士だった北青鵬の暴力行為に対する監督義務違反などで委員から年寄りへの2階級降格と3ヶ月の 20% 報酬減額処分を受けた宮城の親方、また宮城の親方は現役時代から東京銀座の一等地に部屋を作って観光客を呼び込む構想などを語っており、部屋を継承後は東京都墨田区内にある元関脇高見山の旧当館部屋を間借りしてきていましたが、夢の実現に向け昨年12月に同中央区の一等地を取得していました。ですがそんな宮城の部屋は消滅の危機に直面しているといいます。2024年1月の初場所、北青鵬は右膝の負傷を理由に途中休場しました。同時期に北青鵬の暴力疑惑が浮上しました。これを受け事態を重く見た相撲協会側は、初場所中から師匠をはじめ力士全員を呼び出して事情聴取、場所後も調査が続けられていました。その結果2024年2月21日日本相撲協会のコンプライアンス委員会から北青鵬に対し引退勧告が言い渡されました。日本相撲協会の暴力禁止規定では7段階で重い順から1解雇、2引退勧告、3降格、4業務停止、5出場停止、6報酬減額、7欠席となっており、
北青鵬に言い渡された引退勧告は2番目に重い処分です。ですが北青鵬にはなぜこのような重い懲戒処分が下されたのでしょう。主なトラブル内容としては宮城野部屋内での暴力行為や金銭の盗み、寝坊やサボりなどが常態化した生活態度全般があったようです。トラブル内容の一つ目は暴力行為です。北青鵬の暴力行為に関しては宮城野部屋の人気力士からの証言もあり、界隈では以前から有名でたびたび問題になっていました。相撲協会が発表した北青鵬の違反行為は2022年名古屋場所宿舎、ほうきの絵で伝部を1回打つ、2022年10月21日宮城野部屋個室、回しで作った丸太の棒で伝部を1回打つ、2022年名古屋場所宿舎内で顔面への平手打ち、突き飛ばし等の複数回、ほうきの絵で伝部を1回打ったことにより結果肘に怪我を負わせる、2023年11月九州場所宿舎 A の財布に瞬間接着剤を塗布し損壊、2023年11月九州場所宿舎右手趾に瞬間接着剤を塗布するなどが挙げられていました。これらの暴力を行った動機を北青鵬は痛がる反応が面白かったと明かしており常軌を逸しています。また北青鵬は自身が言った一連の暴行行為について深く反省している、いかなる処分も受け入れると言いながらも二度と起こさないと誓約し、許されるならば今後も相撲を取りたいと希望したとのことです。しかし相撲協会は亀裂極まりない、反省や誓約は遅きに失したと言うべきで組むべき事情とは言い難いとバッサリ切り捨て、引退勧告の懲戒処分は翻さず引退届を受理しました。これらの報道に対して世間では火で炙るなんていうのが事実なら引退勧告は当然として被害者は刑事事件として告訴していいレベル、宮城の親方の監督責任は重い、恐ろしい行為、刑事事件として立件されてもおかしくない、人格形成に大切な時期と言われる高校時代の指導や部屋での指導に問題がなかったかしっかり調査してほしい、体格もあり性格が最悪で暴力的、人の痛がる姿が最高のおかず、ロールスロイス云々から虚栄心の塊、こんなんが在野に放たれたら裏社会行き確定だろうねなどのコメントがありました。トラブル内容2つ目は金銭の盗みです。北青鵬には窃盗癖の噂もあるようで、協会関係者によると北青鵬は他の力士たちの稽古中に財布から金銭を盗んだり若い衆に暴行行為に及んでいたことが発覚、頭壁は学生時代からあったとの指摘もありました。この事実に対し被害に遭った力士たちは宮城の親方に対策を訴えていたようですが、被害を受けた力士は師匠の宮城の親方に相談していましたがちゃんと対策を練ってくれなかったという声も出ていました。自分の金銭を盗む人が同じ部屋の中にいて対策がなされないのだとしたらもう稽古どころではありませんね。これは同じ部屋で寝食を共にしなければならない力士たちには同情しかありません。この盗み癖疑惑に対しては世間からは窃盗については高校時代からとの話もある、もう癖になっているのでしょう、元プロ野球選手や元マラソン選手にもいたけど簡単には治らないよ、詳細が出るまではまだ若いからチャンスをとも思ったけどさすがに擁護できないね、鳥取時代からとあるのでちゃんと精神科なり強制指導を受けてほしいです。暴力報道より知った時の衝撃は大きかったです。放火と盗みは直しにくいと聞きますなどと辛辣なコメントが多くありました。トラブル内容3つ目は寝坊やサボりなどが常態化した生活態度全般です。暴力や頭壁以外にも日常生活の中での生活態度全般の素行の悪さを指摘する、素行不良の評判が絶えない力士でもあります。寝坊は日常茶飯事でいきなり出稽古に行くと言っていなくなってしまい何をやっているのかわからないこともよくあるようです。ある時気性が荒く角界のマイク・タイソンとして恐れられている元関脇琴錦の旭山親方に突然北青鵬がウェイと肩を組み周囲を凍りつかせたエピソードは有名だとか、土俵外では素行の悪さがたびたび問題視され宮城の親方も指導には手を焼いていたなどと言われていました。大相撲は国技ということもありとかく他スポーツに比べてより礼儀や品格が重視されてきました。 G がゆえに優しい人間形成を心がけて日本国民の理想像である横綱を目指すのにふさわしくあることが若い力士にも期待されています。爆音で車に乗ることや多少のサボりなど
一般人なら多少は許容されることも、力士がやることには多くの人が強い違和感を覚えるようです。またそれら力士の人格形成も含めた指導をするのが部屋の親方の役目だと期待されています。しかしこれらの問題があり、当面の措置として宮城の親方が宮城の部屋の師匠の立場を外れ、春場所3月10日初日は所属する伊勢ヶ浜一門内の別の親方が師匠代行を務めることになりましたが、部屋付きの間垣親方、元前頭石浦が代行を務める案は執行部に認められなかったといいます。若手親方は、間垣親方は6月1日に国技館での断髪式を予定しており、まだ曲げがついているという理由で認められなかったという。ただ過去には曲げがついたまま部屋の師匠になったケースはあり、最近では2020年に荒汐部屋を継承した倉庫くらいが引退と同時に部屋を継承している。曲げがついたまま部屋の師匠となり1年半後に引退相撲をしている。混乱を避けるという理由で間垣親方を春場所限定の代行とする提案も認められなかったという。曲げが云々というより、北青鵬の出身でもある鳥取城北校の相撲部総監督校長の息子という間垣親方の立場が問題視されたようだと語り続けて、今回は弟子の暴行だけでなく休場の理由を怪我と偽ったり、協会の聴取に第三者を介入させて妨害しただけに宮城の親方が厳しい処分を受けたのは当然。ただ協会内には渡りに船と受け止めている人たちもいる。現役時代からの好き放題な言動があり、親方になる際には大相撲の伝統を守るといった趣旨の誓約書に署名までさせられている。それでいて今回の不祥事ですから、これで白鵬を追放できる可能性も出てきたと息巻く人たちもいる。親方の中には宮城の部屋に入門予定の力士を受け入れてもいいと言い出す親方がいるほどですと語っていました。また宮城の部屋にはこの春場所でも幕下最下位格付け出し資格で初土俵を踏む鳥取城北高の OB 松井かなとの入門が決まっており、昨年3月に高校を卒業しましたが、そのまま鳥取に残って母校で稽古を続け、10月の国体の青年の部でベスト8、それによる幕下最下位付け出しの資格で入門することになっています。これは逸ノ城や白鵬と同じパターンです。このことについて相撲ジャーナリストは、白鵬は鳥取城北高から宮城の部屋への入門のルートを築き上げた。すでにモンゴル人留学生や白鵬杯の優勝者をこのルートに仕込んでおり、この先も続々と入門する予定だった。ただ北青鵬は鳥取城北校時代にすでに粗暴ぶりが問題になっていた。間垣親方が師匠の代行ではそのルートからの供給が続いてしまうことになる。相撲協会としてはこのルートそのものを断ち切る目的もあったのでしょうと語っていました。さらに相撲担当記者は、既存部屋を継承するための条件は幕内通算12場所以上か関取、幕内十両通算20場所以上の条件を満たせばいい。それが部屋を新しく起こすとなると横綱か大関、三役通算25場所以上、幕内通算60場所以上になる。間垣親方は最高位が前頭5枚目で幕内通算26場所のため、既存部屋を継承できても部屋を起こせない。宮城の部屋が消滅しても間垣親方が部屋を起こして宮城の親方ごと受け入れれば今の部屋の枠組みを残せるが、それができないということ、執行部が間垣親方の代行や継承を認めないことで白鵬は抜け道がなくなったことになる。宮城の部屋が伊勢ヶ浜一門預かりとなる期間は未定で、最低10年とも言われている。白鵬は理事長を狙うどころか師匠として部屋を持つことさえ厳しい状況に追い込まれていると語っていました。いかがでしたでしょうか。今回は炎鵬の春場所休場についてや宮城の部屋消滅の真相などについて紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。